この占い、信じるか信じないかはあなた次第です。やりすぎ玉木の都市伝説検証コーナーでございます。はい、今日の話題は、じゃん。二大秘密結社フリーメイソンとイルミナティの関係性と真の目的は、というのを占いたいと思います。もう、都市伝説陰謀論といえば、この二つが必ず絡んでくる話なので、確信にいきなり迫っていますけれども、はい、占います。はい。基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録、通知お願いします。ツイッターでは個人鑑定の受付状況ですとか、日々の、なんか個人的な出来事とか、占いの話とかつぶやいてます。ぜひフォローお願いいたします。はい。フリーメイセン、メイソンとイルミナティ。はい。都市伝説好きな方ならみんな知っていると思いますけれども、フリーメイソンの誕生については諸説ありますけれども、騎士団であるテンプル騎士団、12世紀に、それをルーツとする説があります。で、当時は石区、石の工事の工って書いて、当時の建築とか建設業を担ってた人ですね、大聖堂の建設とかやってた方々、その人たちが、石区の組合員たちが加わって、現在のフリーメイソンの原型となる組織ができたと言われている。で、活動内容は会員外部に漏れないように情報を統制する秘密主義はこの頃から徹底されていたようです。で、広く知られる自由、平等、友愛、寛容、人道の理念はその頃からすでにあって、石工だけではなく科学者や音楽家、芸術家、イギリス王室、大統領などが次々と参加し、爆発的に成長していった。で、今は、会員数600万人を超える大組織だとも言われてますが、具体的な活動内容は謎に包まれたままです。はい、続いてイルミナティ。イルミナティについては、フリーメイソンよりもなんか正確に、結成年、創設者ともにある程度正確に把握されているようです。結成年は1776年、ドイツのバイエルンで、インゴルシュタット大学の教授だったアダム・バイスハウプト、によって創設された。で、創設の裏にはロスチャイルド家の資金援助があったとも言われています。で、このバイスハウプトはフリーメイソンのメンバーでもあったそうで、真の目的を隠すためにフリーメイソンを盾にしていたとも言われている。で、この関係性がイルミナティはフリーメイソンの内部組織であり、フリーメイソンを乗っ取ったという都市伝説の論拠だそうです。だけど、イルミナティっていうのは、過激な思想がバイエルン政府に露呈し、1784年にこれに危機感を感じた政府は、イルミナティを含む全ての秘密結社の解散を命じた。で、その解散につながるほどの危険思想はどんなものだったのか、反キリスト教革命思想に加え、胎児を人工的にイリュージョンさせていたという疑惑がかけられ、赤ん坊を生贄にする野蛮な悪魔崇拝組織だという認識が広まってしまった。どうかわかんないですけどね。で、世界的にはもう存在しないはずなんだけど、フランス革命以降の全ての紛争戦争に何らかの影響力を行使したと噂されているので、イルミナティまだ存在するんじゃないかっていう噂がありますけれども、はい、どんどん占っていきましょう。イルミナティはまだ存在するのか。はい。で、フリーメイソンとイルミナティの関係性は、これですね。イルミナティは、フリーメイソンの内部組織でフリーメイソンを乗っ取ったっていうのは本当なのか。で、フリーメイソンは秘密結社なの？ね、最近、いろんな人が自分はフリーメイソンの会員ですって、公に、ね、日本人の人でも言う人が多いですけれど、フリーメイソンって本当に今も秘密結社なのか、それとも全然秘密じゃないのか。で、フリーメイソンの真の目的、そしてイルミナティの真の目的、この辺を占おうと思います。なんか、すごいボリュームがあって内容も濃いことを聞くから、2本でもよかったかもって今思ったけど、いいや、1本にしちゃえ。はい。じゃあ、イルミナティはまだ存在するんですか？イルミナティカードのね、イルミナティですよ。イルミナティっていうのは存在するんでしょうか？イルミナティはまだ存在しますか？思想ですね。恋人、何かと協力してとか、合同でとか、なんか一緒に手を組んで何かとやってそう。対策注意点、マジシャン。なんかを作り出してんのか？
恋人、うん、これはいると思います。いるっていうか、うん、まだあると思います。はい。じゃあ、フリーメイソンとイルミナティの関係性。こっちがフリーメイソンで、こっちがイルミナティにしよう。ラバーズブリッジ法でどんな縁というか関係性なのか、見てみますね。はい、ズバッと出ました。こっちがフリーメイソンなんだけど、法王とか皇帝が逆向いてるのね。だから多分こっちが、フリーメイソンが元々の親分的な感じだったんだろうね。親分っていうか、主人っていうか、主っていうか。それが逆向いてるから、その乗っ取られた説はなんかあるかもね。で、もうイルミナティもみんな逆向いてんだ。力の逆を背景に審判の逆。結局、乗っ取れたのかっていうと、そこまでの強大な感じはなさそうなんですよ。こっちの方が、フリーメイソンの方がまだ強そうなの。イルミナティ、うん、まだ秘密の何かね、秘密、陰で裏でこそこそなんかやってそうなんだけど、過去にフリーメイソンを乗っ取ったかっていう、そういう形跡があるかというと、むしろ負けてるかなっていう感じはする。で、これからも、多分報われない感じがするから、全体的にこう暗いよね。暗いし、力もそんなに、あんまり持ってない。運も持ち合わせてない気がする。そうだな。で、フリーメイソンの方は今後、より豊かになっていくかな。で、お互いの縁。フリーメイソンとイルミナティの架け橋がフールの逆。フールの逆が関係性に出ると、不安定な間柄とか、非常識とか、相手に干渉されるとか、奇妙な関係とかね、愚か、幼稚、無計画、無茶な行動、エネルギーの消費、感覚が麻痺。関係性としては、仲良しではないよね。無知無計画から生まれた関係性みたいな感じがする。対策注意点、悪魔なんだね。怖いね、悪魔とか出るとね、これで。いや、こっちはずっと乗っ取ろうとしてるのかな。過去には乗っ取ろうとした感じは見れないけどね。じゃあ、それぞれから見たお互いの存在を見てみよう。フリーメイソンから見たイルミナティってどんな存在ですか？フリーメイソンってお金持ちじゃないと入れないんだっけ？そう、多分そうでしたよね。なんかね、財産がなんかあった気がする。フリーメイソンから見たイルミナティってどんな存在？太陽？ほう、太陽。思わぬ、そんな明るい感じ。はい。法王、対策注意点、法王、モラル、ルール、伝統。はぁ、あ。なんだろう、イルミナティがフリーメイソンの裏の目的を達成してくれる相手とかなのかな。なんだろうな。じゃあ、イルミナティから見たフリーメイソンって何なの？太陽とかいう、そんな、むちゃくちゃ明るいカードが出るなんて、想像の斜め上を置いて、大混乱だわ。はい。イルミナティから見たフリーメイソンってどんな存在？釣り人。自己犠牲なんだね。じゃあ、イルミナティが乗っ取ったんじゃなくて、なんか、イルミナティはフリーメイソンの使いっ走りみたいな感じがするんだけど、さっきから。フリーメイソンの目的を陰で、こう、こそこそ、ね、秘密の感じで目的を達成してくれて、イルミナティはこう、自己犠牲を払いながらなんかその上をなんか遂行するみたいな、対策注意点タワー。崩壊しないようにねっていう。釣り人。うん、主従関係で言うとフリーメイソンが主で、イルミナティが、従ってます。言うこと聞きます。みたいな感じに見えます。そう。じゃあ、フリーメイソンは秘密結社なの？それとも公にしてるの？秘密だったら秘密っぽいカードが出てほしいな。何にも隠してないなら、隠してないカードが出てほしい。明るいカードとか。フリーメイソンは秘密結社なの？いろいろなんか秘密があるの？
秘密結社かどうか。むっちゃ秘密だな。もう一番の秘密のカードが出た。うん。もう、これが出たら一番秘密だろうなっていう、ドンピシャなカードが出たから、むっちゃ秘密だ。秘密結社だね。対策集で運命の何かが巡り巡っている。何が巡っているんだ。うん。じゃあ、めっちゃ秘密がありそうな、フリーメイソンの真の目的は何でしょう。目的。ね、ちょっと、ダイアルかな22枚だけでやるので、かなり大雑把な言葉遣いには、言葉のチョイスにはなると思いますけれども、フリーメイソンの真の目的って何なんでしょうか。3枚引きますね。復活。何かを復活させたいんだね。はい、ズバッと出ました。復活でしょ？戦車。戦いだね。戦いとか、うん、積極的なアプローチとか、まあまあ戦いっぽいよね。で、お金の流れが逆向いてます。なので、お金の流れをこう、スムーズにこう、巡らせたくない。停滞させたい、みたいな感じはあると思う。どっかに。集めたいとかね、お金の流れどっかに集めたいとか。世の中にこう、出回らせたくないような感じがする。運命のは、これもね、こう、回り回って、こう、循環するものを止めたいみたいな感じがするんですよ。お金とか、これなんだろうね、人ってやるとか、運命とか、なんか、流れるものとか、回ってるものを止めて、戦うことによって、何かを復活させたい。すっごい抽象的でごめんなさい。抽象的だけど、わかる人は、これなんか補って、何を復活させたいとか、この何を止めたいのかって、わかる人いたら教えてほしいわ。うん、私より都市伝説詳しい方。うん、何を巡らせたくないのか、何をストップ、流れるものをストップさせて、戦うことによって、審判ですよね。再生、さあ復活の時ですよ、みたいな。ラッパを鳴らして、復活させたい。うん。対策注意点、女帝爆誕、なんだ。女帝、優しさ、思いやり、豊かさ。まあ、なんか、この組織のだけなのか、その組織がこう支配する何かが豊かになるように、なんかを復活させたいんだろうね。で、そのためになんか、世界のいろんな流れストップさせて、こっちにこう、行って持ってくるみたいな、そんなイメージですかね。うん。はい。でもなんか、悪魔的なそんな感じは出なかった。じゃあ、イルミナティの真の目的は何ですか？さっきの見ると、ただただ、イルミナティはフリーメイソンの、指示に従って、ラジャーってこう、はい、やってきますってこうね、従ってるだけなのかなとか思ったりもするけど、どうでしょう。イルミナティの真の目的は？イルミナティ。おぉ。ズバッと出ました。イルミナティの目的は、循環させたいんだね。フリーメイソンはなんか止めたがってたけど、運命の輪でしょ？何かと噛み合う。ラッキー。幸運の波に乗る。ぐるぐる回る。循環する。そして、フル、新しい旅立ち。だけど世界のキャフトタワーなんだ。中途半端なところで、うん、終わりにするとかね。これなんかさ、タロットカードの一番最初と一番最後のカードが出たわけよ。ダイアルカナの。始まりと終わりのカードが出たね。そしてタワーのカードっていう崩壊。バベルの塔が出た。極端なカードが3枚出たなぁと思って。始まらせて壊して、でも完結しないんだ。始まらせて壊して、うん、こう、なんて言ったらいいんだ。始まりました。何かを始めます。物事を。で、壊すことで中途半端にします。中途半端なとこで終わらせます。また始めます。また壊しますの繰り返しをしているのかな。そういうエンドレスかな、これは。って思った。こういう循環をしたいのかな。始まり、破壊。また始まり、破壊。始まり、破壊。の循環をしたい。
で、さっきの主従関係で言うと多分、フリーメイソンの言うことを聞いてんだ。大作注意点女帝だね。フリーメイソンと同じ大作注意点ですね。女帝。なんだろう、キーになる人が女帝なのかな、女性なのかな、それとも、本当に豊かさ目指してるのか。イルミナティはなんか、ぐる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 何かをこう、うん、同じことを繰り返してる組織だなって思った。でもここでもなんか悪魔的な、そう、なんか悪魔崇拝みたいな感じはね、悪魔のカードとか出なかったから多分違う。でも、崩壊、破壊行動はしてると思う。はい、なるほど。すいません、抽象的すぎてすいません。じゃあ、タロットさんに聞こうね。タロットさんにとって、フリーメイソンってどんな存在？タロットじいさんからこうね、下界なのか同じ場所にいるのかわかんないけど、タロットじいさんからこう、地球を眺めて、フリーメイソンってこんな存在だなっていうのを教えてほしいな。はい。フリーメイソンってタロットさんから見てどんな存在？世界の逆。もう、中途半端。未完成。人間の嫌な面とか心の狭さとか、世の中を知らないとか、諦めムード。うん、未完成。なんだろうな。対策注意点、皇帝。フリーメイソンの皇帝には注意しろよって言ってんのかな。うん。これもね、世界のカードもこう、一つの円を描いてなんか完成させようと思ってるでしょ？でもまだ完成してないんだよ。なんか、タロットさんから見ると、怖い存在とか悪い存在ではないけど、うん、一言で言うと、タロットさんから言うとね、分かってないな、みたいな。世界を治めたいなら、そういうやり方じゃないよ、みたいな。そんなことを言ってる気がするな。世界の逆、未完成、不十分、うん。タロットさんはね、多分ね、完成のさせ方とかを知っているはずなんだけど、不十分だよ、君たちは、みたいな、なんか、そんなことを言っているような気がする。じゃあ、イルミナティ。タロットさんから見て、イルミナティってどんな存在？タロットさんから見て、イルミナティってどんな存在なの？月？不安になるとか。迷い、うん、混沌、うん、月がね、暗中模索とかね、陰謀家、陰謀家か、スパイ活動、人に言えない事柄、スパイ、陰謀、うん、陰謀論じゃなくて陰謀かな、うん、対策注意点、恋人、もっとなんかと仲良くすればいいのにって言ってる気がする。誰とだろう。うん、なんかそんなこそこそ後ろでやってないで仲良くやればいいのにって言ってる気がするな。全体的にイルミナティは後ろに潜って陰で何かこそこそ秘密のことをしている感じだね。フリーメイソンの命令とかを受けて、そしてなんか破壊とか始めをこう繰り返してるみたいな感じがする。はい、です。いかがだったでしょうか。イルミナティは多分まだ存在するし、そうね。フリーメイソンとイルミナティの関係は変な関係だし、フールの逆。で、うん、フリーメイソンに操られてるっていうか、命令聞かされてるのがイルミナティかな。自己犠牲を払ってる感じ。フリーメイソンは秘密結社だし、イルミナティは陰謀家だし、そんな感じですね。はい。いかがだったでしょうか。なんか、なんとなく、なんかわかった。どうでした？はい。ご感想をお聞かせください。では、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちです。では、さよなら。あ、この占い、信じるか信じないかは、あなた次第です。っていうのを忘れたよ。はい。では、さよなら。